どうも清明祭です。ですね、一流企業の賞与アップ額について話したいと思います。ね、やっぱりどれぐらい一流企業は賞与アップするのかと言いますと、まあ最初のボーナスがこれですね、3万円ですかね。まあ、一番最初はやっぱちょっと少なめに設定されてるんですかね。はい。で、こんな感じで、健康保険やら厚生年金が引かれまして、5000円引かれて、まあ総支給は2万4000円ですかね。2万4000円。はい。では次の賞与でいくらアップしたのかというと、まあ、なんと12万円ですね。12万円。ってことは3万円引かれて、9万円のアップですかね。まあ、引かれるじゃなく3万円から12万円なので9万円のアップ。でこんな感じで引かれて、総支給9万円9000円ですかね。はい、まあ一流企業はね、やっぱりそのアップの仕方もやっぱり違うのかなと思いましたね。はい。終わります。